こんにちは。岡三オンライン証券次の一手の時間です。この番組はストックボイスの記者の皆さんが執筆している岡三オンライン証券のレポート。次の一手と連動したマーケット番組です。今日の担当は今野記者になります。よろしくお願いします。はい、こんにちは。よろしくお願いします。 さて一件平均株価なんですが、はいうん、ようやく2万1000円台に戻ってきましたねねそうです、ねえー、1つ2万1000円というところがちょっと壁といえば壁だったんですけども、まあ意外にすんなり、ねえー、抜いて、えーまあ割と戻りを試す展開としてはしっかりかなという感じもしますが、まあ年,末年,始まあ、年末年始というと正しくは年末ですかね、えー、だいぶ大きく売られましたからね、はい、まあ急落。 まあ暴落というとちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、えー、だいぶ下げて、えー、1万8000台まで、えー、取引時間中だと下げたという局面がありましたので,であの局面だと、ね、本当どうなるんだろうというね、えー、それこそ不安,不安がマーケットに充満していた印象ありますけれども、えー、そこから日本の場合はちょっと,と年をまたいで、えー、1月の4日 大発でしたけどねここでちょっと大きくまた下げちゃいましてね、えー、一段安という場面もあったわけですがただそれ以降はその翌日以降は着実にこう戻ってきていると、えー、下げすぎの反動というところもありまして、えー、戻りを試し展開、まあ、足元も続いて、まあ、その中で2万1,000の一つ節目のところも超えてきてるというのが最近の日経平均の動きですよね。で、えー、背景としましては、まあ、基本的にはねただなかなかこう判断が難しいところで。 基本は株式市場というのは景気が良くて企業業績が良ければ株は上がるというのが一番順張りパターンというか自然なパターンですよね。ところがね今なかなか難しいのが必ずしもそうでもないというところが非常に判断投資家の方も迷うところなんだと思うんですね。えー、というのも企業業績決算、まあ、発表終わりましたけれども企業業績見るとね必ずしも良くないじゃないですか。はい、で全体としては下方修正も結構多いんですよね。 で今期、まあ今日あたりの日経新聞の報道でも出てましたけれども、今期、だから日本の場合は3月期決算が多いですから、3月期の決算でいうと、減益になりそうだと、全体の企業業績がね、そういうもとで株価が上がってるっていうことなんで、やはりちょっと一方では、ちょっと不安感もやっぱり根強いと。 というところがあるんですよねでこれ企業業績が良くて景気もいいよっていうことで、えー、どんどん上がってるんだったらまあ非常に順調だと安心してね安心,安心して帰っていってそのままついていっていいっていう相場なんだと思いますけれども必ずしも冷静に足元をファンダメンタルズを眺めてみるとそうでもないのでなかなか判断に迷うという局面だんだと思いますがでその焦点の決算発表ですけどね、はいえー、一巡しました。 で日本の場合、やっぱり3月期が多いんで、今回はだから3月期決算の第三四半期っていうことになりましたよね、発表がね。で、えー、第三四半期ってね、あの何回か言ってるんですけど、なかなか難しくて、えー、9ヶ月間の累計で数字が出るんで、それだけだといいか悪いかっていうのは、だから合計の9ヶ月間がいいか悪いかっていうのは、もちろん分かるんですけども、えー、もう第一四半期とか第二四半期の数字ってのはもう関係ないですからね、でそれに反応しちゃいけない、間違っちゃう。 でそうじゃなくて直近の3ヶ月間がどうだったのかっていうのとそれが先行きに対してどうつながっていくのかっていうところを読み解かなきゃいけないんで第三者期は難しいんですけれどもで、えー、今回は平成最後の決算発表期とも言えますよね決算発表の集中期間としてはね。はい まああのこれからまだ2月期とかねいろいろ時期がちょっと3月期とか12月期とかその3の倍数の決算期じゃない会社はまだ決算発表結構あるんですけどもいわゆる日本の場合3月期多いんですけどもこれが大半であとは12月期なんかでもまあこれはだから本決算にあたりますね発表してというタイミングが今回あったわけですけどもまあ次はおそらくおそらくっていうことないですねもうカレンダー見れば次の決算発表集中期は通常であればだから4月の 下旬から5月の中旬ということになりますよね。はい。例年そうじゃないですか。で、まあこの時期でも普通、まあ例年でもゴールデンウィークっていうのを挟むわけですけども、ただ今年はちょっとね。十連休。何日から何日だか知ってます？20、うん、27でしたっけ？た<う>5月の6日とかですよね。そうそうそう4月の27からね。はい、で、5月の6日まで。これが十連休になりますから、えー、決算発表この間は当然できません。 ないですすよよねね企業もまあ休みますよ、ね、でだからもし4月中にやるんだとその連休前にやるとすれば4月の26日まで金曜日ですけどここまでにやってしまうかあるいはこれをまたいで5月の6日以降にやるか決算発表次の集中期をね。でこの間ってことになるわけですよ。でどうだろうなまあだいぶ今回スケジュールちょっと特殊なんでまあ急いで急いでまあただこれ監査もやんなきゃいけませんからね当然ね。 自社だけけじゃななくて監査法人なんかの当然手都合もあるわけで前倒しはなかなか大変かもしれないね。本決算をやるとすればねだから決算も監査も含めてっていう発表しなきゃいけないんで、えー、なかなか前倒しっつってもそう簡単じゃなくてだから26日まで発表できる会社っていうのはかなり限られると思うんですよね。でどうしてもだから5月7日以降にしかもこれ基本的には45日ルールっていうのがあって基本的には45日以内。 いうのが、まあ、一応原則発表してくださいねというふうに言われてるんで、えー、だから5 15月の15日までででかかなだから期期間短短いんすすよ実質ねね集中そう,です、ね、そう相当混み合うと思うんですけどもで,、えー、でもその間だからお休みも入るんでこれ会社もその,とその間当然休むでしょうしね会社従業員の方もね監査法人なんかも休みとでも休み返上してやるところもあるのかな場合によったらね分かりませんけどもその辺りはでも基本的には休むでしょう。 だから今回ちょっとした混乱も、ねえー、予想されるところではあるんですがあそういう意味ではまあどうなるかというところで、まあ、もうあともう2ヶ月半ぐらいですからね、まあ、そんなに先のことでもないんですがで、まあ、そういう意味でだから今回もうでもで5月以降の発表ということになればもう次は平成じゃないわけですよ、言語はねだから4月中に発表できる会社はまあ平成のうちに次、今決算発表できるんだけども3月期はね。 でまあこれこの頃ね、いろんな報道なんか見てても、平成最後のって、ちょっと使いすぎだなっていう気もしないでもないんですけども、も私も夏ぐらいから言ってる気がします、うん、何をやるんでも何があっても、なんかイベント後と、平成最後の、まあ、何ででもそうですよね平成最後のバレンタイン、終わりました平成最後のお正月とかね、平成最後のバレンタインでも、平成最後の誕生日でも、あ何でもそうなっちゃうんですけど、<laughs> まあちょっと使いすぎかなっていう気はするんですが、まあ、決算発表においても、えー、今回はまあ一応、平成最後の決算発表集中期だったというのが終わった。 わけですが、まあ、で次はだからさっき言ったように5月の半ば以降連休明け後ということになると思うんですけどもただ問題は別にその発表の手続きがちょっと混乱するかどうかは別として重要なのは何といっても中身、はいね、これが大事です。 でその中身がどうなってんのかあるいはどうなるのかというところを見極めて当然銘柄を選んでいくわけですよねでいいものを当然のことなら買って悪,いも悪くなりそうなのを買わない、まあ、あるいは売るっていう手もあるでしょでそういう意味でこの決算内容っていうのは今回改めて第3クォーターあるいは、まあ、場合によってはまあ12月期の本決算の会社もありましたそういったものをこうざっと眺めてみますと全体としてはまあさっきもちょっと言ったようにやっぱりあんまりいい決算じゃなかったですよね。 いい決算じゃなかったというかはっきり言うとまあ低調だったという総括になるんだと思います。なんか下方修正が相次いだイメージがあります。そうだから、はい、あ最初の頃結構早い段階でね、日本電産の森永社長会長がね。 えー、結構衝撃的とも言っていいですよねずっともう今まで何十年も経営やってたけどこんなに一気に落ち込んだのは初めてだというのう会見でお話しされてねあれ車載モーターモーターまあ、車載用もあるしもともと電子部品から始まってるわけですけどもで,あので、えー、それの需要が一気に落ちたと11月12月ぐらいにね。 それで大幅な下方修正を発表して、えー、そのあたりから全体にもねかなり業績を警戒するムードが広がって、えー、そこからまた12月やっぱ株価が下げちゃったと下旬にかけてねという経緯もありましたので、えー、今回の決算発表、ただ全体締めてみると、まあ、あ事前にもう株価を織り込んじゃったんでね12月の段階でかなりね、えー、そのあたりはまあ終わって出尽く,く,くしてからはまあそれほどでもないんじゃないのということで、まあ、先に売ってた反動も出て、まあ、足元ではだいぶ戻ってきているという全体の相場 あの動きなんですけれどもただね、えー、なかなかじゃあさっき言ったように次の決算発表日本の場合やっぱり 3, ヶ月 3, ヶ月3月期決算がメインですから多いですから圧倒的に多いですからあ今回のだから第3四半期だけを見てじゃあ来期市場の目はもう来期ですからね20年3月期がどうなるのか増益になるのか減益になるのかっていうところなんで、えー、これなかなか今の段階で非常に見極め難しい。 でどうやら今期今3月期、だから19年3月期については、日経新聞の今朝の報道などを見ても、どうやら3期ぶりの現役になりそうだというのが、今の段階だと濃厚ですよね、可能性としては高い。で、だから過去の例を見ても、戦後のいろいろ統計なんか見るとね、なかなか現役って一期で終わらないの時も結構あってね。 2期続くっていうことも結構今までの例だと少なくななくいんでですよ、はい、一期でなかなか終わらないいっっててうところもあってだから来期なかなかどうなるかっていうところ今の段階ではあやはり要警戒要注意というところなんだと思いますがただね分かりやすい会社もあるんですよ今の段階で。と,い,とっていうのは12月期決算の会社これ前回3週間前もね12月期決算分かりやすいんで今回注目しておいたらいいんじゃないですかっていう話をしたんですけど、はい、その段階だとまだ決算出てなかったんでね。 具体的な銘柄、まあ、いくつか挙げましたけども、ただ、あまり自信はなかった、その段階だと。だ悪いなりでも、悪ければ悪いなりに、もう 1, ヶ月 1, 年後1年先の業績予想を出しちゃうわけだから、ちょっとひとまずあぐの欠陥が出るでしょという意味で、3週間前はね、お話ししたんですが、今回はね、12月期決算を実際出して、えー、いい内容、好業績見通しをちゃんと会社側が自信を持って公表している、開示している会社、そういったところをこう厳選してみました。 今回は、はいでえー、独自の視点で,でやっぱり外部環境がねいろいろまだまだその米中摩擦の問題だったりあるいは日本もこの後いろいろアメリカなんかと交渉しなきゃいけないスケジュールなんかも予想されますよね、えー、貿易問題でね、はい、でそのたりも考えるとなかなかその外部環境の影響を受けやすい銘柄っていうのは ちょっとやはり手がけにくい置い,ていてちょっとね、はい、まだねもう少し先になると思うんですけどもそれあたりを抜いてで最、まあ、もそういう会社ってね今回もあんまり業績予想はそんなに強気で出してないんですよね。 だから12月期決算の会社でもやはり海外の景気の動向などを気にしてやはりちょっと慎重な予想を出してきているところも少なくないという中でえ今回あの10名柄ほどね厳選してみたんですけども色々じ、はいろいろ調べてみてねその中で参考としていくつかご紹介してみたいと思うんですがで例えば、ね、日本カーボン。 2 2> はい、これなんかもね、まあ、決算発表を受けてだいぶ変わりましたけどね、えーまあ、ある意味、ポジティブサプライズ的な株価の反応にもなってまして、こちらが冷やしのチャートですね、決算発表は2月の8日に発表してまして。 でえー、終わった期、全12月期が、えー、売上が72%増、えー、純利益で見ると3.5倍、約、ねえー、102億ということで100億の大台一気に超えて、えー、大幅増益。 でまあ、終わったはももうういいんでですよどうでもやはり問題は来期あの <laughs>、はい、来期というかもう12月期だと今期に入ってますけどね今期をどう見るかでこの予想が、ね、売上が565億、18%増純利益が27%増ということで131億で、前期が、ね、ものすごく伸びたでこれあの、まあ、ずっとマーケット見てる方だとご存知の方多いと思うんですが電炉用の黒煙電極 ってていうのを、ね、製造し,てましてでだから東海カーボンだとか昭和電工だとか同じような業態同じものをやってるんですけどこれも業績すごくいいんですよね。 それで買われたという経緯があって、これ、ただ、市況も非常に良くて、数量も伸びたんで、一気にこう利益も売り上げも伸びたというのが前期だったんですが、じゃあ、今期はちょっと反動が出るんじゃないかと、一部危惧する見方もあった中で、会社がかなり強気の予想を出してきたということですから、今期につきましても、そんなに落ち込まないというより、むしろ伸びると、さらにね、利益は3割近く伸びるという新年度の予想、あとポイントはやっぱり配当、今期ね、200円配当、前期は100円。 だから今期、ね、そう利益配当倍増倍増させるというのも基礎の段階でよ出してますから会社がやっぱり自信あるんでしょうというふうにも見えます。あるいはねもう一つぐらい見ておくと、はい、バリュー H.R. という会社がありまして証券コード六零七八。 これなんかも冷やしのチャートを見ていただくとこ決算発表を受けてこれ、冷やしなんで、ねまあ、一気にこう買い上げられたと決算発表を受けて、ね、でこれも12月期決算、えー、この会社は、ね、何をやっている会社かといいますとおけ健康保険組合なんかに健康管理システムなんかをネットで提供しているという会社でして、えー、その健康保険組合の新設だとか運営の支援事業なんかもやっている会社なんですがでこれも決算があ14日。 に発表されてまして終わった前期も好調、売上が2割増で営業利益で見ると前期33%増、純利益はちょっと、ね、前期の反動でややマイナスということではあったんですが本業のところが利益3割増でした。で今,期今期につきましても売上が18%増、営業利益で見ると35%増と本業のところさらに3割伸びるという予想。でかまあ、株価、一気に跳ね上がったのは自社株買い、発行の済みの約1%の自社株買いというのも合わせて 発表して株価急騰したという経緯がありましたがやはりこのあたりも評価材料だったんですがやっぱりとにかく業績がいい12月期決算銘柄ということで他にもトータルで今10銘柄ほど上げておりますのでご参考までにもし見ていただいていかがでしょうかということですね。はい まあ、あの平成最後の冬は、あのマーケット的にちょっと厳しいところもあったような気がしますから。うん、落ち着いてね、春を楽しめるような銘柄探しに、今日のお話参考にしていただきたい、ね。そうですね。ちょっと天候もちょっとね、今日も上がり気味で、暖かくなりそうな雰囲気もありますしね。ぜひ、お願いします。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。今日お話しした、今野記者の詳しいリポートですが、今日夕方に。岡三ライン証券の、ホームペウェブサイトの方にアップの予定となっています。ぜひご覧ください。 さてそろそろお別れの時間です来週のこの時間は中村記者と一緒にお送りしますそれでは失礼します